はい、皆さんこんにちは、木之助です。いよいよ試合、前々日となりました。明日が計量なので、僕はこれから水抜きをするところですね。はい、水抜きがね、本当に怖いですね。まあ、今回は 4.5 キロかな。まあ、計量ミスとかはね、絶対ないと思うんですけど、4.5 キロ抜くって結構きついんですよ。はい、まあ頑張りたいと思います。はい、で、水抜きをした後はね、リカバリーをして、試合に臨むと、まあ、こんな流れになります。で、ちょっと東京に来て初めての試合ということで、今の気持ちとかをね、伝えたいなというふうに思うんですけれども、まず何と言っても、本当にいろんな挑戦とかね、挫折を繰り返してきたこの前の3月の試合から、この9月の末まで6ヶ月、まあ7ヶ月か、7ヶ月ですね。本当に長かったです、僕にとっては。で、まあ、簡単に話すと、やっぱ前回の試合で、引き分けに終わって、その後自分を見つめ直す旅に出て、でヨーロッパに行ってね、バルセロナ、ロンドンと、修行を経て、でそこでやっぱり改めて世界のトップを目指したいなという気持ちでね、まあ、レベルも分かったし、上京することにしました。で上京して、一力ジムにね、移籍して、まあ、そこでずっといいトレーニングを積んで、まあ、いよいよ成長した姿を見せるぞっていうタイミングで、試合の10日前ぐらいかな、骨折をしてしまってね、試合が流れて、でそこから、まあ、今日に至るまで、まあ、約 4,5 ヶ月ぐらいかな、ずっと張り詰めた状態が続いてました。でそれを結果としてね、乗り越えることができて今があるんで、まあ、本当に成長したんですけれども、そのプロセスとかが今となっては本当に僕の宝物なので、まあ、今回の試合で何を一番見てほしいかっていうと、もちろん成長した技術とかね、そういうのもそうなんですけど、僕のこの戦う気持ちとか、メンタルですね、成長したメンタルっていうのを見てほしいし、何か伝わるものがあればいいなと思って、リングに上がろうと思います。やっぱ結構いろんな方から応援のメッセージもいただいたし、勇気もらってますとかね、なんかそういうのも本当に嬉しくて、まあ、勇気もらってるのはむしろ僕の方なんですけど、やっぱりなんか、なんだろうな、頑張る人たちと僕は共鳴し合いたいしね、高め合いたいっていう気持ちがあるんで、僕の戦う姿をね、うまくいってるところだけじゃなくて、やっぱうまくいかないこととか、まあ、挫折とかも、ね、含めて、なんか勇気を与えられるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、本当にナナコロビ八起の象徴のような、ね、選手に僕はなりたいと思ってますんで、まあ、今回の試合も、その僕のやってきたことが全部出せればいいんですけど、まあ、出せないかもしれないし、まあ、でも出る出ないっていう問題ではなくて、僕のやってきたこのプロセスを信じて、それをね、答え合わせするような試合にしたいなと思ってます。でそれが何かね、伝わればいいなというふうに思ってます。はい、そして今回もね、150人を超える、応援のね、方々が来てくれてます。本当にありがとうございます。めっちゃ声出してもらって、構いませんので、構いませんっていうか、めちゃくちゃ声出してください。我先にとね、金之助コールを始めてくれる人たちがいっぱいいますので、ついていってもらってもいいですし、我先にとコールを始めてもらっても大丈夫なので、とにかくいっぱい、声出してくれるとね、僕めっちゃ試合中聞こえるタイプなんで、本当に聞こえてますんでね、めちゃめちゃ声出してくれると嬉しいです。はい、ということで、今から水抜きをして試合に備えますが、あと2日ですね、戦う姿を見てもらいたいなと思ってます。では会場でお会いしましょう。会場来れない方々も、応援よろしくお願いします。それではまたリングで会いましょう。お疲れ様でした。